我人がいるんだ。今はお引き取り願いたい。どうしてもというならば、まずわしを撃ってもらおうか。わしは時をかけすぎた。その果てにようやく見つけた答えがこれだ。さあわしと結ぼう、たゆまぬ絆を。忠勝、お前は人知れず無理をしすぎなんだ。頼むからそれ以上わしを心配させないでくれ。悪いが、果たすまでは死なないと決めているんだ。忠勝、まだ無茶はするな。私ですら読み取りがたいと感じる思考、それこそ刑が極まってきた証だ。胸を張りたまえ。忠勝、そこで安静にしているんだ。必ずお前を癒してみせる。そう、大いなる絆の力だ。秘蔵の書を目にできたのだ。命くらいは諦めたまえ。もう大怪我をしてほしくない。だからこそこのお守りが必要なんだ。歯車を回せ。すぐに兵糧をお届けするのだ。元気になった時に備え、俺らは武具を用意しとこうぜ。血も涙もねえ。一人のために兵士総出で、これが絆か。こやつらを放っておけば大変なことになりますぞ。だいぶ顔色が戻ってきたな。家康様を乗せて飛ぶのが忠勝様の生きがいなんだ。この翼だけは何があっても譲れねえ。天かける忠勝様、もう一度見たかった。控えに一手ご指南お願いしたい。松永様は前にもなして大きく語られなくなった。しゃ重いよこの鉄槌。そんな、よりによってあの武器は。今は取
豊臣じゃねえ、家康様のために戦える。それが嬉しいんだ。その烈日のごとき怒りはどうかわしにのみぶつけてくれ。この衣も持っていこうかな。ちょっとビリビリしびれるけど、かえって体にはいいかも。陣を整えておきますゆえ、何かあればお戻りを。また揃いものを見せていただきました。もう大丈夫なのか。うん、嘘ではなさそうだな。よかった、本当に。いくらあっても足りやすねえ。松永様の向かう先、どこへでも参りまする。くっ、歯車が欠けてしまっては。もう優しくいられるんだ。まあ、伝説の忍びを見たら死ぬって噂。本当？戦ってのは臆病な奴から負けていくもんだ。武力のみならず、お心がけもただただ戦国最強よ。ああ、私のことなど無視してくれてか。何かあればみんなが泣くんだ。わかるだろう。剣を拾えたのは実に運が良かった。いや、これは本心だ。心なしか、忠勝様のお体が死んでいるような。Yeah!
三つ鱗を生むのか。早く忘れてほしいものだが。対象間違いなしと言い切るには気が早いですかな。今度もまた絆く戻ってきてくれ。ケイの分の茶も立ててやるとしようか。わしはまた一人大事な友を失ったのだ。障害になれるとは思わぬ。思わぬだ。なってみせよ。どこまでも突き従う所存。叶うと思っていたのならいかにも愚かな楽観よ。ガシッと一緒に頑張りましょう。それ以上失敗したら怒られるぞ。俺たちは大将を信じて踏ん張るしかねえんだよ。検討を重ねた結果、命の危機という結論に至りました。こっからだ。ここで下が踏ん張らなきゃよ。北条殿はすでにこの世のものではないのかもしれない。だがそれが松永に従う理由とはならないはずだ。国家安康、冷たき掟にさらされぬよう。弱気に巻き込まれぬよう重々気をつけねばな。わしが傷つくだけで済むならあまりにも安い代償だ。強き者も弱き者も絆の前では皆平等だ。力には誰も抗がいない。いや違う、絆は不滅だ。